どうもヤマトランクスです。今回はイケボ実況の第4弾をやっていこうと思う。今回のテーマはイケボ実況の憂鬱ということで、皆さん憂鬱という言葉にどんなイメージを持っていますか？ゲーム実況といえばやはり勝ち試合を配信することが非常に多いと思いますが、今回は憂鬱ということでですね、負け試合を皆さんにお見せしたいと思います。それでは早速イケボ実況の憂鬱ご覧ください。どうも僕です。またガチマッチをイケボでやっていこうと思う。今回はガチエリア唯一のね、腕前 X ガチエリアなんだけども、イケボでね、実況しながらやるとやっぱりね、あんまりうまくいかないんだよ。なかなか勝てないんだ。集中力落ちちゃうからね。でもね、それでもなんとか見てくれてるハーニーたちのために勝利をプレゼントしたいと思ってるんだ。こいつやれるんじゃないかな、やれるんじゃないかな。おっと、無理か。これはひどいね。エイムがひどいね。エイムがひどい。ちょっとやってく。エイムブレブレだけどね、初動で2キル取れたから、まあよしとしよっかなって思ってる。こっちから来るかな。プロがいるね。プロやってく。不穏な音がするね。何の音かな。ナイスなのか。よいしょっと。おお、いっぱいやれたぜ。見てる？ハニーたち。見てくれてるかな？お風呂がいるね。お風呂がいて危ないから避けよう。結構追いかけてきてる。宝石狩り屋さんのオーバーフラッシュだな。ただね、ファンたち、オーバーフロッシャーって僕のファンだと思うんだけど、ファンに冷たい対応を取らないのが僕。どんなに攻撃されても嫌いになったりしないからね。降りてきたね。ごめんね。ちょっと雲行き怪しいから倒しに行ったよ。おー危ない。ちょっとカウント進みすぎだね。どうしようかな。おっと、まずいね。よし、ナイスか。お、あ、まあ確保できたからいいよ。おっと、3落ちだ。ナイスだ、味方。すごい連携プレイだ。いいね。もう一回ナイスしようかな。おっと、ナイス。よし、決まった。ね、こういう無駄な動きしてるから腕前 X だと勝てなくなるんだ。でも今回ちょっとね、いい感じに振る舞えてるから、勝ちに、貪欲に勝ちに行こうと思う。貪欲にね。おっと、シールド邪魔だし、雨も降ってるね。梅雨前線かな。あー、当たんなかった。ナイスダム食らっちゃったよ。そろそろまずいね。これはまずい。逆転されちゃうかな。逆転されても、まあこれしょうがないね。落ちすぎだから。塗りがすごいよ。あそこにいるね。どうしよっかな、これ。終わっちゃうね。よし、おっと。よし、一人やった。風呂も入れたい。よし、風呂もやった。おっと。ちょっと本当に真剣にガチになっちゃいまった。あとどこだ？上にいるのか。よし、やった。やられちゃったか。でもいっか。相手も3人だし。裏取りしようとしてる？飛べるかな。ちょっとここはね、エリアなんとしても追いつきたいから。それはきついな。雨が降ってきたが。
ただ相手1人落としてくれてるからちょっとここは取りたいね。おっとまずい、やられちゃった、ごめんよ、本当にごめん。ナイスナイス、ほとぼう。どれだけまだか、雨がきついのか。おっと、ああロボムに、ロボムきついったんだけど、キルを優先するあまり今のは判断ミスだ。まずい、俺の死ぬせいだ。どうしたらいいんだ、なんとか逆転したい。アウト一歩なんだけどね。いけるか、いけるか、いけるかな。うん、いけるか、よいしょ。どこだ、敵はどこだ。おっと雨が降ってきた、雨が降ってきた、まずい。うおっと、これはまずいね、これはまずきだ。うー、負けてしまった。くそ、あと一歩だったのに、残念だ。